港銀行、株式会社港銀行、港銀行、A 商、ザ・港バンク、LTD は、兵庫県神戸市に本店を置く、第二地方銀行、兵庫県下で、最大規模の店舗網を有する地域金融機関である、関西未来、フィナンシャルグループの子会社。1948年、神戸市内の有力頼もし港8港が、大同団結して、 無人会社として発足することで合意。1949年9月、神戸市長、衆議院議員を歴任した中井和夫を初代社長として、7複装後無人株式会社を設立。同年10月1日、兵庫県全域を営業地域として、業務を開始した。しかし、早急な営業基盤の構築を施行したことから、経営難に陥った。このため、神戸銀行に、 全面支援を要請する事態となり、同行からの支えを得た上で、1951年10月、総合銀行に転換。7副総合銀行としての歩みを開始した。1966年10月、称号を阪神総合銀行に変更。さらに1989年2月、総銀の普通銀行への一斉転換によって、阪神銀行となる。 バブル経済の崩壊や阪神、淡路大震災からの影響で一時、経営不振に陥ったが、リストラや桜銀行、現、三井住友銀行からの全面支援によって、経営は復調。1999年4月1日、阪神銀が、緑銀行、銀行コードは0561を、吸収合併。港銀行として、再出発した。緑銀は、 1995年8月、経営破綻した兵庫銀行から業務を譲り受けて、引き継ぐ受け皿銀行として、地元経済界を中心に設立されたが、当時は破綻した銀行の受け皿銀行における負担軽減を図るキーイムが整備されておらず、兵庫銀の不良債権を引き継がざるを得なかったため、譲り受け当初から経営は厳しく、 1998年3月期決算では2000億円を超える債務超過となり、事実上の経営破綻状態に陥った。このため、健全経営であった阪神銀が緑銀を救済合併した。この合併の際には破綻処理におけるスキームが整備され、緑銀の不良債権は港銀には引き継がれず、整理改修機構に譲渡された。阪神銀、緑銀とも、 主に兵庫県南部を営業基盤とする第二次銀であったことから合併によって県民銀行をキャッチフレーズとして急行とは違った新たな雰囲気を作り上げていった。2000年当時筆頭株主であった桜銀は1997年6月に東取に就任した岡田明への下で策定した第四次中期経営計画に基づき 1998年度から2000年度にかけ抜本的なチャンネル改革と大胆な店舗配合を実施する方針を定めたが、その中では歴史的につながりの強い兵庫県内における店舗政策の見直しも訴上に上った。そこで検討が重ねられ、顧客に対する利便性を確保した上でリテールごとにおける兵庫県内マーケットを既存せず継続させるには、 港銀を連結し会社化することが最良との判断に至った。またそれによって、阪神・淡路大震災からの早期復興と、地域経済の発展のため方で安定した地域金融機関を必要としていた地元のニーズにも応えることができるとし、港銀からの合意を経て、株式公開買い付け、TOB によって、同行株式の41.13%を取得。 同年7月参加し会社とした。これに続いて、兵庫県内の桜銀20店舗、旧神戸銀行店舗が2期、2000年11月、2001年1月に分けて、港銀に条とされた。また同時に桜銀が、旧神戸銀時代から受託してきた張間地方における自治体の指定金融機関も港銀へ移行した。さらに、同年12月には、 プリンストン斎藤市で失敗し破綻した北兵庫信用号から旧店舗を譲り受け、兵庫県北部に本格的に進出。また、2001年10月には、理発店経営者らが、組合員の多くを占める、神戸商業信用組合を合併し、同時に同心祖の5店舗を、近隣の港銀行店舗に統合した。桜銀の内部人事では、旧神戸、 特に、神戸の密輸を嫌う人たちが、馴染み深い地元兵庫の港銀に流れたとされる。県外支店は、大阪、新西橋、梅田、千里山、東京、日本橋室町のみとなっている。2007年4月16日には、ネット支店である海岸通支店を開業した。また、移動店舗である港キャビン出張所も導入している。 2013年から2014年にかけて、東高の親会社である三井住友銀行が、島根県に本店を置き、山陰地方を地盤としつつ、兵庫県及び大阪府への進出を模索する山陰合同銀行に、対して港銀行との経営統合を持ちかけるも、内部での議論の結果、経営統合は見送られた。2017年、平成29年2月20日、 中間持株会社にぶら下がる形で、港銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行の産業での統合を検討していることが明らかになった。2017年2月25日には、日本経済新聞において、三井住友フィナンシャルグループとリソナホールディングスは、系列の関西の地銀産業を来春に経営統合をすることで大筋合意した。 とする記事が掲載された。2017年3月3日、リソナホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び、港銀行は、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び、港銀行の経営統合にし基本合意に至ったことを発表した。関西アーバン銀行及び、 港銀行の三井住友フィナンシャルグループ参加の2行と、リソナホールディングスの完全子会社である近畿、大阪銀行がぶら下がる形新たな金融持ち株会社を作る。金融持ち株会社は、リソナホールディングスの連結主会社となり、三井住友フィナンシャルグループの持分法適用会社となる。2017年9月26日。 この統合計画について三井住友フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び港銀行の間で最終合意に至ったこと並びに持ち株会の社名を関西未来フィナンシャルグループとすること、今後段階を踏んで経営統合、システム統合を行うことが公表された。2017年11月14日、関西未来 フィナンシャルグループが設立された。2018年2月20日、リソナホールディングスが株式公開買い付けの結果、議決権所有割合ベースで株式の15.08%を取得、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行は親会社で亡くなり、その他の関係会社となった。2018年4月1日、関西未来フィナンシャルグループと株式交換を行い、 同社の完全子会社となるとともに、港銀行に代わって、関西未来フィナンシャルグループが、東京証券取引所に上場した。なお、この経営統合の過程で、近畿大阪銀行と関西アーバン銀行が合併の、上、関西未来銀行を創設することとなっているが、港銀行については、兵庫県民のための県民銀行として、理想なグループのノウハウを活用しながらも引き続き、 営業活動を推進していくとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。